なんでしょう。あの、まあ、僕の知り合いの、まあ、まあ女性の方なんですけど、はい、まあ、その人もあの、いわゆる育児も終わってるっていう段階の見られる方なんですけど、その方が、子育てを始めて間もなかった頃にですね、うん、まあ、とあるアパートに、はい、住んでいました、はい、でそのアパートっていうのが、まあ、2階建てで、うん、3部屋ずつあると。で101、102、103、うん、201、202、203で、その人は201に住んでた。で、はい、息子さん当時2歳ぐらいだったらしいんですけど、うん、まあまあ、 あのちっちゃい頃からそこで住んでたらしいんですけど、はい、育児しながらね、はい、だけど住んでるうちに、うん、なんとなく思ったのが、そのアパートに人があまり居つかない、うん、だから要はその入居してもすぐ出ていく。あ、それ情報が入ってきたってことですか。なんか自分が住んでるって思ったんだって。202によく人が入るんだけど結構すぐ人が変わる。ああ、そうなんですね。あれ、あ、前一番最初に入った時気づいてたな、老夫婦の、まあ、おじいさんとおばあさんが入ってたんだけど、はい、それが2ヶ月ぐらいしたら片方が亡くなって、はい、でもう片方の人も出ていってしまった。へ、あ、でもでまた気づいたら、じゃあ次はな、若いカップルというか、はい、新婚さんが入ってる、うん、本当気づいたらなんか一人者単身者の一人に変わってるしとか、あ、そういうことが頻繁にあるからなんかおかしいなとは思ってたんです、うん、ありますね。で、まあ、子供を育ててる時ですから、うん、夜とかその授乳をするんで、はい、まあ、夜よく起きてた、はい、そうするとね、あの壁をね、うん、叩く音がすると。嫌だな。隣の部屋がね、ね、こう授乳中に壁から音すると文句言われてるのにね、うん、そうそうそう、なりますね、壁叩くんですよ、空室なんですよ。でもなのに叩く音がするんだって。だからね、おじいちゃんあげてる時に、うん、でそのコンコンっていうんじゃなくて、うん、なんかこう恨みを込めるかのようにドスンってドンっていうガッっていうのが聞こえる。で、あ、これはやばいと、うん、で確実に住んでないのは分かってるから、うん、まあ、何かそういう変なことがあるアパートなんだ、うんうん、だけど、まあ、この子を守らないといけない、うん、まあ、まあ母強しの言葉じゃないですけど、うん、まあ、なんとか、まあ、もう我慢しよう、うん、どうしても経済状況とかいろんなところでそこから出られなかったんですよ、うん、そ、ね、はいはい、でそう考えてみると、じゃあこのおかしいアパート、うん、ちょっと周りとかどうなんだって言っていろいろ調べるようになった、うん、注意を向けるようになった、はい、そしたらね、101、先ほど言いました、はい、自分もその人は201なんで下の階ですよ、はい、で101に住んでるのが要は、4人家族、はい、お父さんお母さんがいて小学生の娘さんと、男の子がいる、はい、で普通の家族ファミリーだったんですけど、はいはい、いつからかね、そのお父さんの、まあ、要は旦那さんの妹さんが遊びに来るようになったんだって、はいはい、でその妹さんっていうのも、まあ、同じ年ぐらいの子供がいるから、はい、まあ、要はなんか家族ぐるみで遊ぶみたいな感じ。なるほど。 そう、でその光景はよく見てた、うん、だけどいつからかアパートの前が駐車場で車が止まってるんだけど、うん、その車の中からその下のね、妹の旦那さんの妹とその奥さんが2人で車の中に入ってる光景っていうのをよく見るようになったんだって。でずっと2人で入ってるらしいんだよ、うん、何時間も、うん、何するわけでもなく、うん、でなんかそういうのたまに見て、あれ何やってんだろうなと思って、うん、で子供とかも放ってきぼりなんですよ、うん、夏の暑い日とかでもそんな風になってるから、うん、変だなと思ってた翌日とかにね、逮捕だ。ほう、二人が薬物、うん、うん、要はなんか覚醒剤を車の中でやってた。で思ったら最初はね、その奥さんの印象っていうのもぽっちゃりした人だなっていう印象だったらしいんですよ、うん、はい、だけどそれが徐々に痩せ細っていって、うん、で要は捕まるようになっちゃった。普通の主婦がこんな風になってしまった、はい、っていうことは元々はぽっちゃりだったのが、そのアパートに住むようになってからそういうのになぜか手を染めるようになってしまった、うん、でその101の隣が102なんだけど、うん、その102に住んでる人は自営業をやってる男性の方だったんだけど、なんかその、自分の勤務先下の人になんか些細なことで恨みを買って、うん、車をボコボコにされてしまうっていう、まあ、ちょっと嫌な事件、不幸な事件で、103、うん、103も101と同じようにファミリーだったんだけど、うん、お母さんが自分の息子の同級生のお父さんと駆け落ち、うん、で、ま、要は
なんかちょっとずつおかしくなっていく。ねえ。アパート自体がね。だなっていう感じだったんで、じゃあ、それで上見てみよう。じゃあ自分が201に住んでて、202は人がいないけど殴ってくる部屋だ。うん、で、203どうなんだろうっていう話なんだけど、はい、203もここも4人家族なんですよ、うん。お父さんがいて、お母さんがいて、息子さんが2人。うん、で、息子さんがもう結構大きくて、25歳と19歳。あ、だいぶ大きいっすね。そうそう。で、その、俺の知り合いの女性の方は、その203の、その19歳の、まあ、弟さんだよね。うん、と結構、まあ、親しい。というか、うんうんうん、まあ顔を見れば挨拶するし、はいはいはい、世間話もします。なるほど。天気いいですねみたいな、うん、する関係だった。で、ある時からお母さんの姿が見えない。203も、うんうん、いつもいらっしゃってたのが顔を見ることが少なくなっていったから、うん、たまたま会った時にその19歳のね、聞いてみた、うん。お母さんは最近見えないですけど、あのどうかされましたみたいな、体の具合でもって言ったら、うん、あの母はって言っても、なかなかね、口ごもって、うんまあ、言わないとか、うんまあ、あんまり深く立ち入るのもあれだから、あ、いや、でもそうだったらいいですよ、別に、って言ったら、駆け落ちした。お下も駆け落ちだったんですけど、そうですね。駆け落ちだ。うん、あ、駆け落ち、うん、あ、そっか、103室でもそんなことがあったなと思ったら、うん、兄ちゃんと駆け落ちしたって。25歳の、うんお兄さんと実のお母さんが駆け落ちをした。駆け落ちした。うん、家族を残して、だからなんかね、普段から仲いいなと思ってたらしいんです。血繋がってるのに？うん、血繋がってるのに。へぇそう。だから二人で、だから要は家族内で愛が育まれてしまって、二人で夫とその弟を残して、駆け落ちしてしまったっていうことがあった。で、やっぱこのアパートってなんかおかしいと、うん、もうちょっとずつ壊れていくんですよ、うん。人間であったりとか人間関係であったりとかがちょっとずつ壊れていく。それに気づいてからね、もうその自分の息子をまあ、とりあえず守んなきゃいけない、うんうんうん。ここは変なところだから私がしっかりしないといけないなと思ってたら、やっぱね、息子さんがね、なんか変なことを口走るようになる。変なこと？うん、なんかね、やっぱその見える人だったらこういうことよくある。パターンですけど、うん、外を見て、言うと、うん、まだ2、3歳ですから言葉もそんなに喋れないんですけど、雨の日だったんで、うん、すごい雨が降ってる、バーって降ってる時に、うん、窓の外を見て、お母さん、お母さんというか、まあ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 って言って、うん、指さして、うん、おじさんがずぶ濡れだから、入れてあげて、うん、かわいそうって言うんです、うん。で、あ、これはまずいと思ったんだけど、その息子様も見えてるものを素直に言うだけだから、うん、だからそれを特別なものだっていうふうに思わせたくなかったんだ、うんうんうん、これが幽霊だって認識したらとても怖がってしまうから、そのもうだからそういう時は、うん、バイバイしてねって言って、はいはいはい、もうそれあんま関わらないね、そういうのバイバイしようねって言って育ててた、はい、でそういうことがあまりに頻繁に続くから、うん、ちょっと気分転換しよう、うん、ある日、まあまあ近所にあるデパートに初めてその息子さんを連れて行った、うん、そしたらね、デパートの中入ってね、やっぱ楽しそうに走るんですよ、バーって行って、見慣れないところに来てね、はいはいはい、いろんなきらびやかなところがあるから、はい、わー楽しいみたいになってて、で、お母さんも安心してね、あ、気分転換できて、なんか例のことも言わないからよかったなと思って、自分もね、なんかそのいろいろ商品とかいろいろ見て回ってたら、息子がいなくなる、うん、マリにいないんですよ、うん、あれさっきまでいたのおかしいなと思って、うん、どこにいるんだろうと思っていろいろ探してみたらね、あの階段があってさ、なんかそう電話ボックスがあったりとかさ、デパートのなんかその踊り場みたいなところ ね、はいはいはい、あそこのね隅の方で息子さんが壁に向かってなんかをねこう抱え上げるような仕草をしてる、でなんかこう抱き上げるような仕草して、あ、これは直感で絶対に良くないものだって思ったんだけど、うんうん、もうそのままにしてる置くわけにもいかないから、ね、どうしたの、うん、どうしたら何をやってるのって言ったら、ね、お母さんお母さんって言って、あのこの赤ちゃんお家に連れて帰っていいっていう、抱き上げたものをね、でこれはうって思ったんだけど、うん、もうこことりあえずもう冷静に心を落ち着けて、うん、あ、その赤ちゃんは、うん、お母さんが後で連れて帰るからもうそのままにしといて、うん、ね、別のお母さんが連れて帰るからもう持って帰らないで、そのままにしといて、そうそうそう、他のお母さんが、別のお母さんが連れて帰るからそのままだよって言ったら、うん、今までこう抱きかかえてたその男の子がお母さんの顔をガッと睨みつけて、うん、お母さんは死んだからもう迎えに来ないって言ってスラスラって喋った、うん、さっきまでもう舌足らずだった子供が、うん、はっきりと、お母さんはもう死んだから迎えに来ない、うん、だから一瞬だけその、うー、なんか何か乗り移って子供に言葉を言わせたんだけど、はいはい、怖ってなって、はい、もう
とりあえずその場もうなんとかもうなだめしかしてもうダメだから持ってっちゃダメだからもうとりあえず出ようってなって、そのデパートを出てしばらく歩いてる時に気づいた。入る時には気づかなかったんだけど、あのいわゆる交通事故の、いわゆる現場の立て看板、こういう時のこういう事故がありましたって花が手向けられてる現場があったんだって。だからあもしかしたらここのものが、なんか息子に今入ったのかと、でもそういう気持ちのまま家に帰りたくないから、そうだね、どうしようってなって。じゃあ、息子さんをさっきデパートに連れてったらちょっとリフレッシュができたから、違う環境にちょっと連れて行こうということで、ファミレス寄ろうって言って、ファミレス寄ったんだって。それで寄ったら、まあ普通にさっきまでのことも忘れたように、もう食べるし、喋るし、元気な感じになったから、よかったなと思って。じゃあ、それぞれ家に帰りましょうってことで、家に帰って、家の近くまで来たらね、2階に住んでたわけですよ。もう子供は元気に走っていくんだって。で、その子がよくいつもやってたのが、バーって階段駆け上がって、僕一番みたく。ね、よくあるじゃん子供の快活な感じありますね一番みたいな、はいはい、そんな感じでいつもバーって上がってたから、はい、まあ、出会うのかなと思ったらバーって上がってって、下のお母さんの方で、僕一番、僕ママが二番だ、であのぐちゃぐちゃが三番だ、ぐちゃぐちゃ、何かがついてきたっていうか、まあ赤ちゃんでもないんですよ、さっきは赤ちゃんだったんですけど、でだから交通事故の現場があったから、例えばじゃあ家族が一家がなんか、もう歴史とか圧死されるような事件だったのか分かんないけど、その現場からどうやら何かを、引き連れてきてしまうような体質になってしまった。で、結局、その後ですね、まあいろいろあったらしいんですけど、旦那さんと離婚をして、そのアパートを引き払うことになったっていうことです。で、まあその後息子さんも普通に育って、大丈夫ならしいんですけど、まあその少しずつですね、一家が狂ってしまう、アパートっていうものが、実際に実在してるっていう話、なるほど、はい、伺いまして、あれですよね、その家きっかけで、そのお子さんがそういう体質になってしまい、デパートでたまたま目撃してしまった、違う何かをまた連れてしまったっていう、だから多分その、のぶさんが今言ったみたいにアパートでなんかそのいわゆるその子自身が多分波長が合うような子だったのかもしれないけど、あまり心霊体験を多くすることによってなんか他の場所に行った時でも見つける、そして子供だから分かんないからそれに触れようとしてしまうっていう部分で、まあ最初だったらその赤ちゃん、だからそのそもそものそのアパート自体に何者かが救ってるってことでしょ。そうでしょ、それが気になってしゃあないですね。だから根本の部分ね、だから全部の部屋でおかしなことが起こるから、その土地にねついてるね何かとは思うんですけど、でこういう話って結局一番最後生き残った人の話じゃないですか、こういうところに私は住んでました、他の人はみんなヤバくなって私はギリギリ助かりましたでまとめられるけど、離婚してるんですよ、で結局そういうことの絡みもあって離婚してる、だから変な話壊されてしまったとも言えるんですよね。結果ね。だからそういう土地のものなのかもしれないですけど。いや、怖いですね。あのね、で、一つ目から言いますけど、まずですね、僕の、昔バイト、僕ね、テレアポのバイト一時期やってたんですよ。あ、そうなんですか。二十歳ぐらいの時に。で、その時に仲良くなった、男がいまして、はい、で、俺と同じ年ぐらいだから、今40代なんですけど、はい、まあ、とある会社に就職してて、はい、で、そこから独立して自分で一人で、なんかフリーランスみたいな形で仕事するようになって、はい、まあ、まあ、その仕事はちょっと伏せますけど、はい、で、その仕事を始めたてのとこ時って、まあ、クライアントが少ないから、はい、要はなんかその、なかなか仕事も入ってこない。うんうんうん、でも、そいつはすごい人望があるやつだったから、周りの人が助けてくれて、なんか、とある人を紹介してくれたと。で、この人、なんか、その人が要は仕事をくれたんだって。なるほど。で、その、条件もすごく、条件もいい。よかった、ね。お金もいいし、うん、で、物とか、その仕事自体も結構大きくて。はいはい、はい。で、一回打ち合わせで会いましょう、みたいになって、まあまあ、会った、喫茶店で会って普通に喋ったんだけど、その人自体もね、すごくいい人なんだって。50代ぐらいのなんか人らしいんだけど、まあ、その、なんつうの、礼儀も正しいというか優しい感じで、お仕事一緒にしましょうみたいな、はい、でたまたまその打ち合わせが喫茶店であったんだけど、出た時がもう夕方で、まあ、要はなんかその駅前がなんかその飲み屋とかが
まあそのコロナがまだやっては、蔓延してはいたけど、これ今年の話なんですけどね。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、居酒屋の影が見えて、二人ともなんか話してる中でお酒が好きだとかいう話もあったから、ちょっと仕事の流れだけど、ちょっと飲みませんかみたいな。やりながら。そうそうそう。っていう感じで二人で入ったと、で、その時もなんかその楽しくなんかお話、仕事の話も交えながら話して、居酒屋で、モニターがある居酒屋ってたまにあるの分かるかな、はいはい、テレビテレビが、そうそうそう、それがなんかたまたま2人が喋ってる席から、そのなんかその映ってるテレビが見える、はいはいはい、でなんか喋る途中になんかニュースとかを見ながらなんかお話をしてたんだって、でその俺の友達のやつっていうのがなんか例えばなどこどこで何々がありましたみたいなニュースの話をして、でそのニュースに対してなんかちょこちょこなんつうんですか、あ、こんなことあったんすね、みたいな感想みたいなものを、なんか言いながら飲んでた。まあ雑談交えてね。そうそうそう。あ、で、今日巨人買ったんか、みたいな、ね。そうそう、ほんとそういうノリ。そういうノリで、なんか普通に2時間ぐらい飲んだのかな。それで、まあ普通に、じゃあまたよろしくお願いしますって言って、別れて。で、後日、そのもらった、その話っていうのが、要はなくなっちゃったんです。ポスターですね、バラシ、バラシっていうかなんか、あのお仕事、あの話はなしでみたいな。なかったことで。で、ってなって、あんなに話して、しかも、居酒屋まで行ってね、いきなり盛り上がったの、なんでだろうと思って、その人を紹介してくれたやつに、なんかちょっとそういう話したんだって、なんか話なくなっちゃったんだろうなって言ったら、なんかあったって言われて、でもそんななんもないよって言って、で、なんか普通にね、喫茶店だって、その後居酒屋で、まあまあニュース見ながらなんか話したけど、って言って、で、その結局、そのニュースの中でね、最近事件で、池袋で、運転。はいはいはい、ありましたね。はい。っていう話、確かね、その時そのニュースが流れて、なんかそいつ、なんかそれに対してコメントしたんだって、なんか、あ、これやっぱ良くないっすよね、みたいな、なんか、はいはいはい、それで無罪を主張してるとかだから、もう本当信じられないですよ、みたいな。その人っていうのが、その犯人に昔仕事でお世話になった人、ことだったらしく、その時にはなんかそのことは言わなかったけど、結局だから、権力によってというか、権力っていうかね、もう悪口を言う人とは、お仕事したくないということで、そう、ぼしゃっちゃったんだって。で、実際被告っていうのも、結構偉い人なんだよね。あんま多分触れない方がいいです。そうそう。これ以上。そう、だから、別にその人が直接手を下してるわけじゃないけど、ね、昔お世話になった人も、なんかそういう、あれがね。なるほど。という。あるんですね。あるんですよ。だからね、あるんです。こういうのがね、僕もう一個あるんですよ。はい。これ自分の、バイトしてた時、コンビニで働いてる時だからもう、年数で言ったらもう10年以上前なのかな、なんていうんですか、すごくいい人がいたんです。いい人、お客さんで、物干しがね、優しいっていうか、でサラリーマンで、その俺が働いてるコンビニの近くに住んでた、その人は。で、なんでそれ分かるかっていうと、出てすぐに結構その人の家があって。ああ、そうなんですね。で、その住所もなんでわかるかっていうと、はい、公共料金のお支払いとかで、はいはい、住所とかもまあまあ、どうしてもちょっと目に入ってしまうから、うん、あの人あそこに住んでるんだ。うん、で、気持ち悪いですね。男だよ男の人だよサラリーマンの方で、はいはい、で、家族が普通にあって、なんかね、小学校1年生になる女の子がいると。で、その時がね、確かね、4月だったの覚えてる。なんでかっていうと、その女の子が、今年の4月から小学校に通うんだみたいな話をなんかお父さんとかと、その娘さんとかと、なんかレジでちょっと話をした覚えがある。はいはい。とある年の4月のことなんだけど、あのね、すっごい逆に嫌な客がいるんですよ。あのね、本当に嫌な人なの。大体わかりますよ、コンビニの嫌な客って。横柄なおばさんなんですよ。あ、おばさんなんだ。めちゃくちゃ嫌なやつなの。もう、本当に態度が悪いというか、なんかその、カゴにいっぱい商品がいて、うんみたいな感じで。はいはい。早くみたいな感じの。本当そういう感じなんですよ。いますね。そう。で、ある時、俺が夜勤で働いてる時に、まずいい人が来たの。はい、サラリーマンいい人が来て、はい。あ、どうも、みたいな感じであれだったんですよ。で、ちょっとしたらその嫌な人が来たの。うん、で、うわ、嫌なやつ来た。まあ、でもいらっしゃいませ。ね、言ってあれした中で、店内でね、俺がレジ打ってる中でね、なんか、いざこざというかね、ちょっとした小競り合いみたいなのが始まっちゃった。めんどくさー。なんか、レジに並ぶ順番に急に割り込んだ運で、なるほど。
で、文句を言ってるのはその嫌なやつだっておばさんなんですよ。私が先にみたいな。どくさいな。で、その絡まれてるのが、うん、そのさっき言ったいい人なんですよ。で、いやいやいや、そんなみたいな、うん、でもそんな激しいあれはしないけど、おばさんが一方的にヒートアップして、うん、そのね、えぐいんだよ。もう、なんなのこの低所得者がみたいな。これマジで、俺その時のね、ビデオで何回か見たから、コンビニだから録画してるからですね。で、こんなこと言ってたんすよ、みたいな店長に見せたくなって、憤って。で、要は、で、その低所得者とか言われたら、さすがにそのサラリーマンのいい人もね、うん、なんか怒ったとか、ちょっと口論が大きくなってしまって、まあ俺もレジ打ってるからなかなか間に入れなかったんだけど、行けよ。いや、だからレジ打ってるから。いや、すいません、つって。まあまあ、ちょっと、ああ、ちょっとは。ビビったでしょ？ちょっとは。いやいや、そうじゃないよ。そういうんじゃないけども。いけずに。で、結局、なんかその、いい人のサラリーマンも、まあまあ、そんなこと言うのは失礼だ、つって、うん、我々、私はこういうものですからね、うん、ちゃんと、なんか名刺みたいなのを渡してね、うんうん、なんかその文句があるんだったら、みたいな、うん。で、結局なんか、うん、その場を、それで終わったらしいんですけど、はいはいはい、何日、1週間かな、どんぐらい経ったかちょっとそれ覚えてないんですけど、うんうん、あのね、その、いい人が、うん、家が誰も住まなくなったんです。怖いなぁ。お引っ越しを、なんで、急にされたんですよ。なぜかね、はい。で、それ俺、店長とかに、ちょっと話した、うん、なんか、いつも来るおばさんが、うん、なんと、それとやり合ってた、誰々さん。うん、なんか、家が、もう誰も住んでないんですけど、つったら、ああ、もうあのおばさんダメよ、つって。うん。うん。だから多分、どっか。うん、でこれ絶対言えないけど、はいはい、絶対言えないけど、これ P にしてね、はい、P なのかな、じゃ聞いていいですか、あのね、はい、ダメです、そう偉い人だと、なるほど、そうだから、うん、一家ごと、どこかに怖左遷か分かんないけど、だからで今年からね、うん、1年生になるんだ、近所の学校通うんだ言ってた女の子とかもう人はひどい。バーバー。そうなんですよ。だからね、俺、まあまあ、これ、コンビニ嫌な人多いんですよ。芸能人でも、態度悪い人多かったし。ああ、そうなんですね。言っていいのかな？これ。いい人、まずいよ。はい、いい人。芸能人が結構近く住んでて。ああ、そうなんですね。ちいたけおさん。もう亡くなりましたけど。ああ、すげえいい人だった。ちいちさん、いい人だったんです。あとね、保坂直樹さん。すごい、この保坂さん。丁寧なんですね。そう、丁寧です。あ、すごい。あと、昔、ひばり、社長の息子、はい、ひばりプロの息子の加藤和也さん、はいはい、もうめちゃめちゃ、で一番俺が嫌いだったのが、はいはい、これめちゃめちゃ感じ悪い、マジでマジで、いや、そう、あ、そうなんすか、レジ遅いわね、うわうわうわ、早くしなさいよって言うんだよ、あん、だからね、多分まあ最近テレビで見ないんだけど、やめなはれ怖っていう、人怖ですね、人怖ですけど、人怖やわ、でまあまあちょっと短かった、もうちょっと話しますけど、はいはいはい、水道検診のアルバイトをしてるんで、いろんなお宅の、庭に入るわけです、うんうんうん。で、いつも水道検診って自分に当てがわれてる、まあまあエリアがあるんだけど、うんうんうん、たまに誰かが休むと、今まで自分がやってないところに行くんです。あ、そうですね、それは応援、はい、挨拶っていうんですけど、応援で、まあ自分が今まで担当してなかったところを今日一日だけやる、うんうんうん。で、応援でたまたま一個行った世田谷区某地区の某お宅にですね、うんうん、庭の、前に水道のメーターがあって、うん、蓋をパカッと開けると中に水道のメーターがあって、うん、はいはいはい、それを打ち込んでっていう仕事なんですよ。はい、てか、分かりやすいところにあったから、うん、こんにちは、入ります、水道ですって言って入って、パカッと開けようとしたら、うん、なんかそのね、庭が結構広くてね、一、うん、人のおばあさんまで行かないな、おばさんが、うん、まあ、ガーデニングみたいなことをやってて、あ、水道の方、みたいな、はいはい、で、こんにちは、みたいな。うん、いい人、そうとか、普通にもうめちゃめちゃニコニコしてて、物腰が柔らかい人で、うん、あ、どうもって言って、じゃあ中開けて、それで水道ピッピッピッってやって見てる時に、近寄ってきて、あ、大変ですね、こういう仕事って言って、蓋を閉めようとしたら、あ、ちょっと待ってって言って、うん、はいって言って、もう水道みたいな蓋をもう開けたら、なめくじがいたんですよ。はい、あ、なめくじだっておばさんが言って、うん、うち庭がね、ガーデニングとかしてるから、うん、ちょっとなめくじちょっともう、こんな、ね、ちょっと取りましょうって言って、うん、なんかビニール袋みたいなの持ってきて、うん、割り箸でナメクジを取ったんです。1体ずつ、はい、結構いたんですよ、いっぱいナメクジがいて、ね、10匹ぐらい取ったの、はい、取って
袋に入れて、まあそれなんかどっか持っていくのかなと思ったら、地面にバンと叩きつけて、ものすごいでっかい声で、こいつらがいるからって言いながら、こいつらがいるからって踏みつけ始めたの。こいつがいるから、こいつが、こいつがいるからってめっちゃでっかい声やらしめて、あんなにこにこしてたのに。それで、急に、なんつうの、家のドアが開いて、まあ多分旦那さんだと思うんだけど、出てきて、ああ、もうまた、もう入ったって。入った、入った、入って。って入ってったんですよ。だから、さっきまであんなにこにこしてた人が、急にテンション変えて、で、それと似てるので、自分がちっちゃい頃とかに、家の近所にね、ずっと引きこもってんだけど、庭の青虫を、殺す時だけ出てくる人がいたんですよ。何それ?青虫を殺す時だけ。そう、うん。要はその人自体はもう何十年も引きこもってる、家族からも疎まれてる存在なんだけど、なんかね、庭の葉っぱについてる、なんか青虫みたいのを、ビニール袋に入れて、シューってやって殺虫剤で殺すのが、まあ、多分好き。アクションらしいの。だから、有名だったんですよ、結構。そうなんですね。あの人が庭に出てくると、うん、もういつもシューって音も聞こえるし、うんうん、はい、そうそう、その時だけ出てくるっていう。うんうんうん、だからその、虫に対してはなんかそういうことを。ああ、虫にだけ強く出れる。そう。強気になれるみたいなね。怖いなと思って。ね、さあ、そういうわけで。なんかこう、なんかね、こう、やっぱ、周り人いっぱいいてるじゃないですか。はいはい、普通に歩いててもね。はい、だから、普通にしてる人がめちゃくちゃ実は怖かったりとかって考えたら。めっちゃ怖い。だから俺、そのナメクジのやつも嫌だなと思ったんですよ。でね、自分が、これ前一回ナナムシキちゃんで話したかもしれないんですけど、自分の今の実家っていうのが、まあ僕と母親と兄夫婦、兄家族が住んでる、ちょっと珍しいカルチャーの家なんですけど、もともとあった世田谷、今の長谷川言っちゃった、まあ自分の家をね、建て直すっていうタイミングがあったんですよ。その時に僕は母親と二人でアパートで仮住まいをして、その建築中の家の近くに住んでね、まあそう、たまにその、作ってる様子とかを見に行ってたんですよ、はい。で、あ、なんかそのアパートはすごく汚くて古いんだけど、なんかそう、たまにこう建築中の現場見ることによって、あ、もうちょっとでできるとか、自分の中で励みになるんですね。だから僕結構夜とか行って見に行ったりとかしてて、あ、ここまでで下地ができたとか、基礎ができたんだなとか、その時結構ね、猫がいたんですよ。猫が。はい。まあ、野良猫がその建築の現場を結構何匹か見えて、で、僕猫好きだから、あ、じゃあまた引っ越ししたら、元に戻ったら、じゃあこういう子たちを飼いたいな、みたいなことを思ってて。で、結局その家が完成しますと。あ、じゃあ今度住めるっていうことになって、で、俺と母親だけが、まあまあ、一週間ぐらい先に入ってたんです。兄貴夫婦とかはちょっと遠いところから、まあ来るので、先にお母さんと俺で住んでてって言って、じゃあ分かったって、じゃあ住んでよ、で、段ボールとかもいっぱいありますよ。引っ越した直後だから。だから自分の寝床だけ敷いて、まあその寝てる感じなんですけど、夜にね、結構猫がね、来るんですよ。で、猫が来て、網戸とか雨戸閉めてるから、飼い猫で鈴とかつけてると、いますね。リン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 みたいな走るね、僕もそういうので分かりますから、はいはい、あ、猫が家の周りうろついてるといいなと思って、だからなんか、ああいうことかもね、飼いたいなみたいな思ってた、で、そういうのが何日か続いてた時に、たまたま近所の人に会った時に、新しくお家になってよかったですね、みたいな、ありがとうございます、みたいな話の中で、でも変な人この前いたんで、気をつけてくださいって言われて、何気をつけてくださいって、何ですかって言って、夜に、吉田さんのお家の周りを、鈴を鳴らして歩いてる人がいると。リン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 。リンリンリン。どんな人なんや?いや、わかんない。おばさんなんだって。それが家の周りをぐる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 、うちの庭とかを一周して、それでなんか、その人も、うちとも親しいから、声をかけたら、なんかその、ね、気が悪いから浄化してる。土地の気が悪いから、浄化してるんです、みたいな。で、あんまり深く関わりたくないから。何してくれてんねん、勝手に。そう。だから、俺が、猫だと思ってたのって、そのおばさんが、鈴を鳴らしながらうろうろしてた。怖かった、俺もマジで。何してんねやろ。わからない。あ、だってちゃんと地鎮祭もやってるんですよ。ちゃんとやった上で、ね。もちろんやった上でなんですけど。そんな気分悪いですよね、気分悪い。そう、気分悪い。ね、勝手にだって庭に入ってね。ね、
猫、何猫だろうと思ってたら。思ってたら、知らんおばさんがとんでもないメス猫でした、もう。結構この聞いた話がですね、なんか不思議というか、あんま知らないジャンルの出来事だったんで、僕はちょっとびっくりした感じだったんですけど、まあ要は僕の知り合いから聞いた話なんですけど、その僕の知り合いの、まあ知り合いの知り合いの話だからあれなんですけど、まあとある男性が、まあ今会社勤めしてるんですよ。でもその前に、その会社に勤める前にね、ちょっと変わった仕事をやってた。で、ちょっと変わった仕事なんだっていうのが、あのね、家系図を作るね、仕事をしてた方なんですよ。珍しいですね。で、その、まあ、なんつうんですか、今だとね、戸籍って何年かまでは取っとかなきゃいけないけど、うん、何年か過ぎたらその保存期間が過ぎて、うん、要はその、削除しても構わないみたいな。で、今僕たちがこうしてる間にも、僕たちの戸籍っていうのはどんどん消されてるんですよ。おー、なるほど。だから、ね、今現在でも、その、例えば、じゃあ自分が家系図作ろう、うん、戸籍調べようってなったらね、自分のね、先祖の、明治時代、初期とか、うん、江戸時代末期ぐらいまでだったら、要は遡ることができるんだって。だからその家系図のその仕事っていうのは、うん、なんかその自分たちの先祖を調べて、うん、それをなんか掛け軸みたいなのにして、なるほど、要は、なんか、あるでしょ、イメージ湧く。そうそうそう、こういうやつね。で、それをなんか、投票みたいな。そうそうそう。おじいちゃんとおばあちゃんみたいな。戦って。戦って誰が上がったみたいな。あれ、隣のじゃねえか。みたいなやつね。そうそう。はい、で、あれを、まあ、要は掛け軸みたいな形にして、はい、まあ、例えば床の間に飾るとか。おお、だからそういうのの象徴とかするような仕事をやってた。いろいろ調べる仕事。で、その人が体験した話なんだけど、はい、その方が働いてる時に、とある、夫婦が、うん、まあ、その、作ってくださいって依頼に来た、うんうん。で、50代ぐらいの夫婦の方だったらしいんだけど、うん、まあ、その旦那の方がですね、じゃあ、これこれこういう、掛け軸でお願いしますみたいな。うん、頼んだ後に、もうその、ね、旦那はすぐに、じゃあ僕は仕事があるんで、って言って、うん、まあ、席を立ったと。で、その奥さんだけが一人で残っちゃってね。で、その後事務手続きやったらしいんですけど、うん、なんかその奥さんがすごいちょっと愚痴をポロッとこぼして、うん、旦那さんっていうのがね、結構横柄な感じだったらしくて、うん、で、その、で、うちの旦那が今頼んだ、その、家系図っていうのも、別に本人はそんなに作りたいわけじゃないんです、うん。で、なんでかっていうと、その旦那さんは、まあ、とある企業に勤めてるんだけど、いわゆるこの出世とか、世渡りにすごく長けてる方で、取引先の社長なのか分かんないけど、その人の趣味に合わせるんだって、いつも。で、その取引先の方が、いや、家系図実はうちは作ったんだと。君もどうだね。先祖とか知るのはいいぞ、みたいなのを言われて、まあ、要は、作りに来た、うん。だから本人的な興味ないんだし、仕事にね、そう。会いたいからっていうね。で、その奥さん曰く、まあ、そのダウナーは別に先祖も別に全然大切にもしないし、うん、そのお参りとかもしないし、うん、それこそ何回きとかの法要にも全然行かない人なんですよって、うんうんうん。で、そこで、あ、そうなんですね、とかいろいろ話してる流れで、その知り合いの男性とその奥さんの共通点というのがあって、まあ地元が一緒だった。うん、で、これ、どこどこ県っていうのもあるんですけど、でもそれは隠すように僕は言われてるからちょっと言えないんですけど、うん、まあ要は県が一緒で、うん、実は通ってたね、学校も学年が違うけど、同じ中学に通ってたみたいなのが分かって、あ、そうなんですねって、まあすごく仲良くなって、うんうん、はい、で、そこからなんかその、いろいろな話とか、うん、事務手続き、どれぐらいかかりますとか、はい、今こういう状況ですとか、進捗状況とかいろいろ伝えてる中でいろいろ分かってきたのが、その、旦那さんっていうのが、昔ね、結構結構というか、ボクサーを目指してプロテスト受かったのかよく分かんないけど、結構ボクサーってね。その情報詳しく分かんないけど、はい、まあボクシングを昔やってて、なんか目悪くしてなんか、やめたみたいな、はいはい、うん。それで結構暴力も、振るうような、手を挙げるようなタイプだったと。あ、そうなんですね。で、その奥さんも実は5歳であると。うん、で、今は男の子が3人いるけど、うん、それもみんな連れ子なんですよ、みたいな。うん、まあ、いろんなプライベートな情報が分かってきて、ね、まあまあでも、その仕事だからっていうのを作ってる中で、うん、ちょっと納期に遅れますから申し訳ないですっていう電話をかけたんだって、うん、実は、家系図ができる予定の日か、ちょっと遅れちゃうんですけど、申し訳ありませんって電話したら、いや別にいいと思いますよ、うんうん、旦那別にもう別の趣味見つけてますし、え、何ですかっつったら、その家系図のね、その作れって言ったというか、その取引先の社長が、もうその家系図もそうだけど、山はいいぞと。山はいいぞ。うん。なんかその登山を進めてきたらしいの。で、まあその奥さんは旦那さんと一緒に行ったんだって。山にね。山にね、この前行ったんですよ、うん、いやいやっつって、うん。だからそれさっきも言ったように、うん、その奥さんっていうのはね、とか、その旦那さんはもう別に行きたくないのよ。うん。
社長に言われたから言ってるだけで、うん、要は山頂で妻と二人でニコっていた写真が一枚だけあればいいのね、うん、それを渡して、そう、いや行ったんですよ、よかったですね、いいね、行ったんだね、うん、っていう下りだけやりたいだけ、はいはいはい、要は全然その登山も楽しくなくて、なるほど、ずっと不機嫌でね、山をこうなんか登ってる、はいはい、で途中で、まあ、旦那もほとんど運動しないから、うん、まあ、えらい疲れたらしくて、うん、中腹どっか分かんないですけど、なんかね、祠なのか、うん、石が積んであったりする、うん、なんかもしかしたら慰霊碑なのかお墓なのか分かんないですけど、うんうん、そこのところに、ね、旦那がなんか疲れたって言って、なんかカバン、リュックサックみたいなのをパンと置いたらそれが倒れちゃったのって、うん、でその奥さんっていうのが実はちょっと霊感のある人で、うん、あ、これ多分そういうものだから良くないですよって言ったけど、うん、いや、いいんだろうこんなんも知らないよとか言ってた、うん、でその時奥さんが見えたのは冬だったんだけど、うん、その倒れた石からね、うん、湯気みたいのが上がってるのが見えたんだって。だから、あ、もしかしてこれなんか怒ってるのかな、うん、みたいな、これまずいことしたなみたいな思いをしたらしい、うん、でまあそれで結局山降りて、うん、それで家系図も結局作り終わって、うん、届けて、まあそれで仕事自体は無事に終わったんだけど、はいはいはい、それから数年後経った後にね、うん、その知り合いの男性っていうのがたまたまその奥さんと出会ったんですよ、うん、でその出会ったっていうのも数年後に約束をして出会ったわけじゃなくて、うん、同窓会で出会った。おう、で先ほど言ったように距離が一緒だったんで、うん、そこの県というかそこの地区の学校では、うん、同窓会って別にクラスごとでやらずに、人数も少ないからでしょうね。そう、ね、まとめて、何年度、うん、何年度って、その1日でまとめてその学校に集まってやるみたいな。で、そこでまたたまたま出会って、うん、ああ、あの時のっていうことになって、うん、あ、その説お世話になりましたみたいな、うん、話をしてる中で、はいはい。その説はトーナメント表を。いや、ちょっと違うか。家系図だから。家系図を搬入って、搬入って、搬入ってなんだ発注してねっていうことで、ね、ありがとうございましたってなった時に、うん、なんかいろいろ旦那さんと大変でしたよね、うん、みたいな話の中で、うん、まあ、離婚したと。あら。もう実はもう別れたんですよって言って、うん、あ、まあ、で、その3人の連れ子の、うん、3兄弟も、うん、だけど旦那が連れてきた子供だったから、うん、まあ、別に私もそんなに、なんだろう、執着もなかった、うん、で旦那さんがその3人の子供を預かる形で、はいはいはい、まあ、綺麗さっぱり別れた、うん、で離婚調停もして、そのお金とかそういうのもらってるから別にいいんですってなったんだけど、親戚を通じて、うん、嫌な話が入ってきたと。なんだ？何？っていうのは、その、旦那さん含め、その、三、なんていうのかな、長男、次男、三、うん、いわゆる連れ子だった三人が、はいはいはい、ね、不幸に結構見舞われてると。はあ、それで家系図の、なんていうのかな、やりとりとか下りがあった、登山とか終わった後に、うん、なんかそういうことが実はあったんですって言って、うん、で、どういうことがあったんですかって聞いて、あ、そんなことがあったんですねって、後にその家系図を作ってるその知り合いの人が思い当たったのが、うん、俺はっきりここ聞いてないから分かんないんだけど、うんうん、家系とかって結構ね、下に影響が出る。うん、ちょっとこれ分かりやすく実はですね、僕書いてきたんですよ。いろんなパターンがあるから、一概には言えない。これは一つの例らしいんですけど、はい、例えば、ひいおじいちゃん、うん、で、おじいちゃん、うん、で、お父さん、うん、で、これ、長男、うん、次男、三男、うん、この関係性一つのね、ファミリーというか、うん、この流れで声があったら、うん、ひいおじいちゃんと長男って同じ運命をたどりやすくなるんだって。うん、なるほど。で、おじいちゃんは、おじいちゃんと同じような運命を次男、うん。で、お父さんと同じような運命をその三男。うん、この形はそういう風になりやすいっていうのが、なんかその業界ではあると。うん、で、これ調べて、その時のこととかを、そのデータも残ってたから、いろいろ調べてみたら、ここのひいおじいちゃんっていう父方のね、ひいおじいちゃんなんだけど、うん、地方症になって、雪の日に外出てって帰ってこなくなった。いわゆる行方不明になった方なんですよ。で、ここの長男、会社の金使い込んで蒸発して行方が分かんなくなった。行方不明。はい。で、まあ同じようなこと。で、次こっちね。で、おじいちゃん。おじいちゃんね、これ海で亡くなってるんですよ。溺死してるんですけど、この次男っていうのも、その数年前川で亡くなってると。死んじゃってるんですよ。で、川もね、膝ぐらいのところで、なぜか水面にこう顔をつけた状態で亡くなってた、うんうん、おかしいですね。なんかね、別に立ち上がれるところで亡くなってる、うん、
で、このお父さん、うん、まあ、このお父さんまだご存命らしいんですけど、うん、で、三男がですね、一人暮らししたアパートの隣の部屋かなんかで火事が出て、うん、要は焼死。亡くなっちゃったんです。みんな亡くなってんすか、じゃあ。そう、あ、いや、ここだけ、要はその会社の金着服して行方不明。あ、だからまだわからんねえ。まだわからないけど、この、ここの二人は亡くなった。で、こことここがちょっとつながんないなと思ったんですけど、うん、お父さん昔ボクシングやってた、うん、やってたね。で、それ、その家系作るやつが知ってね、わっと思ったのは、あのね、検視とかの世界、うん、いわゆるその警察とかで司法解剖とかするので、うん、あの、検視の用語でね、うん、あの、焼死した人ってね、自分の体を守ろうとするから、ぐっとこう、こう感じね。どうしてもこうなるらしい。だからそれの状態のことをボクサーって呼ぶんだって。そうなんですね。そう。だからなんかここの、親のあれが、なんか死ぬっていう形でなんか現れてしまったのが、まあ、もうバッと、なんつうかな、体現されてしまった。はいはいはい。だからそれを知って、だからその、これは家系によるものなのか、うんうん、それかその、もともと先祖とか敬わない心から来たものなのか、うんうん、それか山にあったなんかその、慰霊碑か墓かなんかを、どれがね、蹴飛ばしたものなのかっていうのが、わからないんですけど、うん、その家系的に見るとこういう風になりやすいというのはそのまま現れたっていう話で、うん、で、それを聞いて、あ、これは何なんだろう、不思議だなと思ったっていうお話なんですよ。うん、はい。お父さんがね、はい、やっぱりキーマンですね。うん、この人。ここね、うん、このお父さんね。この人がキーマンですね。だから、今後、どうなるのか。まあ、いわゆる上からのものが下に繋がってくるっていう法則性が実はまあ、あるらしくて。だから、まあ、ここのがこうなった。でも、その後、逆にお父さん今後どうなるかっていうのは ね。だから、まあ、覚醒遺伝ってね、遺伝であるじゃないですか。はいはい、あれって多分、運命的なものも何かね、わかんないですね。遺伝する気がするんです、僕は。はいはいはい、で、そうなってきたら、まあ、おじいさんが、このね、うん、子供たちの方にこう、覚醒遺伝するじゃないですか。はいはいはい、でもこれって、ひいじいさんが長男に、この次男に三男にって、うん、ちょっとわからないですよね。なんか、わかるじゃないですかね。当てはまる例っていうのが、うん、たまにあるんですね。実際あるらしいんですよ。でもこの話においては、その慰霊碑を壊したりとか、そう、そういうところが乗っかってくるから、敬ってない部分とかがあるから、この人の心がけ次第で子供たちは、俺助かった気しますね。だからもう本当に、なんだろう。常日頃のじゃないけどね、心がけるっていうことは大切なんだな。いや、で、こういう話も俺は聞いたことがなかったから、あ、そうだ、こういうこともじゃあそういう世界では、なんか、あるのかなっていうのを聞いて、なるほどなるほど、驚いたという話でございました。ありがとうございます。はい。まあ、これ生配信でちょっとその片鱗みたいなことはちょっと一度お話ししたんですけど、はいはいはい、まあ、僕が昔アルバイトをしてた時に、はい、知り合いの女の子の友達がいて、はい、まあ、同級生とか俺とほとんど同い年で、すごく人当たりのいい女の子でね、はい、まあ、人気あったんですよ、うん。で、その見た目はそんなに可愛くないけど愛嬌があるタイプでね。うるせえな、どの顔言ってんの。じゃあ、そいつ自分で言ってるから。自分で言ってることを俺が言ってる。その子ヒゲしてるわけじゃないからね。まあ、そういう愛嬌のある子だったの。はいはい、だけど、で、その女の子が、まあ、自分の同級生がすごく仲いい。中学校の時になんかバレー部だったか、確かそんなんだと思うんだけど、うん、その友達と一緒に、出会いがない女ばかりで、うん、縁結びの神社に行こう。っていうのがあったんですよ。はい、で、行ったのがね、長野県にある妻吹き神社っていうところに、うん、まあ、縁結びがいいからっていうことで、まあ、みんなで行った、はい。だけど、なんかちょっとした手違いで乗るバスを間違えて、その、神社に最後行けなかったのね。うん、旅行の最後でそこに行って、なんか、クライマックスみたいな感じだったんだけど、はい、その、乗るバス間違えて、このままだと、また戻って行ってると、最後の新幹線に乗るやつに間に合わないから、はい、じゃあもういいや、今回は。はい、私たち運のない女ね、みたいなので、その時はもうみんなで帰った。うん、だけど帰ってから、それに参加したメンバーがどん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 結婚すると。一緒に行ったやつが。そう、はい。行ってない、その要は縁結びのところには行ってないのに、どんどん結婚するっていう。うん、じゃあ私結婚するわ、うん、みたいなので、後々聞いてみたら、その、みんなでは行かなかったけど、後日みんな気になってたから、なんかその、一人で行ったりとかしてた。うん、で、お願いします。いい縁を授かりますように、みたいなのを、個別でなんかいろいろ別々で行った時にやってたら、みんなその両縁に授かった。で、俺の知り合いの女の子一人だけその両縁に授かれなかった。一人で行ったんですね。そうそう、その子一人で行ったんだけど。
で、後々考えてみたら、自分が言ってた、その女の子が言ってた時期っていうのが、いわゆる神無月であったと。お日本の。10月そうそう、あのね、で、これ生配信の時だと、10月って言ったんだけど、はい、いわゆる、その子曰く、後で訂正してって言われたんだけど、はい、旧暦なんだって。お旧暦だから、まだ今年とかで言うと、11月になるんだけど、はいはいはい、そう、だからその時も、11月に行ってた。はい、でその時言って、神様が日本全国から神社からいなくなって、出雲に集まる。はい、島根県に集まるから、神がいなくなる月で、神無し月とかで神無月っていう。なるほど。で、逆に言うと島根県では、その、時期のことを神有月っていうね。神様が一斉に集まる。そうそう。だから、縁結びの神様も、その時期はその出雲に行ってたから、うん、私だけ実は授かれなかった。他の人たちはちゃんとした神様いる時期に行ってるから。はいはいはい、だからこれをトータルで考えてみるとちょっと不思議だなって思ったっていう話なんですよ。はいはい、で、それ生配信の時ちょっとさせてもらったんですけど、はい、で、ちょっとあの怖い話を人から聞いたりとか、いろいろする中で、投稿者の方というか聞いた人からでもですね、はい、あの不思議だなっていう話をいただきまして、ちょっとね、それを自分の話もしながら、はい、まあ、ショートみたいな感じで紹介したいなと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとね、不思議だなっていうのがあったんですよ。あのですね、はい、ちょっといいですか。あ、どうぞ。とある投稿者の方なんですけど、はい、これは母、明美、中学生の時に起きた話ですと。うん、で、うちの母には当時弟がいたんですけど、その弟が小学生の時に、鹿児島ですね。距離が鹿児島らしいんですけど、鹿児島のフェリーから落ちて亡くなってしまいました。で、母はかなり落ち込んでいたんですけど、弟の葬式が終わった一週間後、枕元にその弟が立ち、母に向かって、お姉ちゃんのそばにずっといるからね、と言って、その亡くなった、その弟さんがね、煙になって口の中に入ってくる。そういう夢見たんだって。誰自分の。そう、だからそのフェリーに落ちて亡くなっちゃった、はいはい、あの、弟さんが、夢枕で、なんかその、はい、うん、これからお姉ちゃんの中にいるよって、はいはい、わーって体が煙みたいになって、はいはいはい、口の中にふーって入っていった、はいはい。で、それから時が経って、そのお母さん27歳の時、明美さんね、うん、今の父と結婚しますと。偶然か死んだ弟と同じユージという名前の男性と結婚したと。そう。で、お母さんは過去に5回横転事故に遭っているけど、いつも奇跡的に無傷だと、うん。他にも過去のいろんなトラブルがあった時も何の支障もなく誰かが守っていてくれたんではないかと、うん。もしかしたら死んだ弟がずっと守ってくれていたのかもっていう話です。うん、はい、で、これを投稿いただいたのは、ですね、芸人さんですね。夜更かしの会の、大重渡さんです。出るかな、うん、昔、そうですね、事務所一緒でしたね。一緒で、僕たちとほとんど同じ釜の飯を食ったと言っても。渡辺プロのね。渡辺プロ。昔の会。そうそう、はい。大重がね、こういう体験をしてて。で、この。どうしてくれたんですか？いや、だからこの話、じゃなんか一回聞いたことがあって、はい、俺なんかで、ね、喋ってもいいっつって、はい、ああ、全然いいですよって言って、はい。で、今ちょっとこの話。いや、もうなんであの投稿してきたっていう体にせえへんかったかなと思って、今。本当のお笑い難しい。今の流れは。大重が来たんすか？見てたんすか？ね、そうそう、いいの。もうそれでいいのに。あ、そう、すいません。はい、で、編集、そうそう、大重、見ててくれたんすか？生配信。違うんだけど。で、まあまあ、そういう不思議で。でね、俺、これ聞いて思ったのが、はい、その名前にまつわる不思議。まあ、これは、本当に亡くなった弟さんと同じ名前の男性と後に結婚して、そういうことがあった。はい、で、それ偶然だって言うかもしれないけど、はい、そうですね、俺ね、自分の体験でそういうのってあるなと思うのがあるんですよ。はい、今、僕、七不思議ってコンビ組んでるんですけど、なんだろう。自分の人生って、10年周期ぐらいで僕なんかが、大きい変化があるんです。自分の人生ね、今40歳ですけど、はい、なんだろう、例えば、42だけど、はい、40の時に大きな変化あったし、30の時も大きな変化があった。はいはい、で、それを思うとね、ちょっと不思議なんですけど、うん、まず1個目の大きな変化だったなっていう時期、うんうん、その時って、自分が、昔のコンビを解散した時に、うん、結構僕って周りに知り合いがあんまいないタイプの芸人だったんで、うんうんうん、まあ、誰かから
芸人を紹介してもらう感じみたいな感じのが、はい、多くてというか、はいはい、まあそれで組んだコンビで、まあ一時期結構うまくいって、はいはい、あ、このままやってれば食えるかなレベルぐらいまでいったのが自分の人生の大きい転換期の一つ、はいはい。で、その次の10年後ぐらいが、今の YouTube なんですよ。それも、自分だけだったら絶対やらなかった。はいはい、だけど、その、きっかけみたいなものを、うんうんうん、人の力というか、うん、人のいざないによってそういうチャンスをつかませてもらうこと、はい、うん、でこれそのきっかけをくれたのって、うん、両方ノブで、ああ、その時にあの僕の運命を変える感じのことになった相手って両方とも関口っていう名前なんです。おー、ほんまや、関口や。そうね、一回目に、その僕がコンビを解散した時に、誰か組む人いないかなって時に、ノブちゃんが、そう、俺が紹介したんですよ。そう、紹介してくれたんですよ。それが関口くんっていう人で、で、俺そのコンビで、まあ、いわゆる結構いろんな、あるけどね、番組出させてもらって、業界でもちょっと、面白いなと思われるところまではある程度いけたんです、はいはい、でもそれが解散してしまって10年後ぐらい経った時に、自分で言うたな、業界に。いや、違う、それあんまここ切って、そんな偉そうなこと言うのある。確かに言ってねえけど。でも本当に、まあなんか目処が立ちそうだな、みたいな。はいはいはい、の、まあ、自分の中ででしょ。そう、自分の中で。ある程度ね、そう、うん、チャンスを選んだ。で、そこから10年後っていうのが、はい、まあその僕が、前の事務所から太田プロに移るとか、はいはいはい、YouTube を始めるみたいな、のきっかけもくれたのも、ノブ。で、この今の YouTube チャンネルで復活プロデューサーをしてくれてる人も関口さんという方なんですよ。だから自分の要所要所のタイミングでノブが俺の舵を切ってくれて、両方ともそれに関わってるキーパーソンが関口っていうのが、なんかさっきの話とね、あ、なんかそういうのって本当にあんのかなと思う。なるほど。思ったりするんですよ。吉田さんの、はい、あの舵を切る動きってバッティングなんですね。舵を切るって。ほんと細かいでしょ。いいじゃん、舵切ったことありますみんな。僕もないっすよ、舵。こう運転みたいになっちゃうから。まあ、まあ、わかんないけど、俺の場合はこう、漕ぐなんかこういう、いかだみたいなさ。コースいいよ、別に。まあ、でもそういう話だと。あ、でも、すごいわかります。で、あの、最後にですね、はい、視聴者の方からも、いろんな怖い話とか投稿いただいてるんですけど、はい、不思議な話もいただいてまして、はい、僕が、これ不思議だなと思ったのをちょっと紹介させていただきたいんですよ。はいはい、ゆきのさんという方から、言っていただいた体験談のちょっと聞いてください。今から20年ほど前の話になりますと、当時おば、母の妹が、はい、末期がんのため釧路市の病院へ入院することになりましたと、うん、でそのおばさんには家族もいなかったので、うん、母が札幌から釧路へ向かい3ヶ月ほどおばの部屋に泊まりながら病院へ通うという生活してたと、うんうん、で東京に住んでる私、まあ、ゆきなさんは東京に住んでるんですね。はい、で、北海道で看病してる母は、たまに電話で話すこともあって、まあ、体調が良さそうな時はね、そのおばさんに代わってもらって、お見舞い行けなくてごめんねとか、ゆきなさん言ってたと、うん。で、会話ができるような状態だったので、あまり心配はしていなかったけれど、後々母に聞いた話では、まあ、無理をして、私には元気に話してくれていたそうですと。はい、で、そんな中、母におばちゃんなんか食べたいものあるかなってゆきのさんが聞いたと、うん、そしたらね後日連絡が来ておばちゃん桃が食べたいと。で北海道ではまだ寒い時期だったので当然売っていません、うん、東京でもまだ出回っていない時期でしたがとりあえず千匹屋に電話をして聞いてみた、まあ、いわゆる高級フルーツパーラーであったりとかですね。千匹屋置いてそうですね。そうなんですよ。で電話に出てくれた男性の方に桃は取り扱いがないと。あ、なかったんだ。だけどそこでこう実はこういう事情ですと話すと、もう高級旅館に卸す桃の扱いがあると。九州の方から入るようなんで、まあ3玉で1万円。はいはい、まあ高額ですが、その桃を釧路の病院に送る手配をしたと。うん、で、その時支払い方法とかもいろいろ伝えて、うん、あ、これでちょっとでもおばちゃんが喜んでくれたらなと思ってた、うんうんうん。それから数日後、まあ千里屋から電話があったと。うんまあまあちょっと噛みましたけど、まあまあちょっとね、店の名前が変わったんで、ちょっと。あ、嘘つけ。スコア。電話かかってきた。かかってきた。仕入れ先の九州で台風があった。お注文していた桃の入荷が遅れてしまう。あら、だから少しでもね、小ぶりの桃6個1万5000円だったら最短で用意できるけどどうですかみたいな連絡だったんだって。で、私時間もなかったと、ゆきのさんは。ああ、じゃあその桃を手配してくださいと、うん、担当の男性の方にお願いをし、うん、無事届きました。それでお母さんからの連絡も受けた。はい、で、実際その頃におばさんは桃を食べることができず、匂いを楽しむことしか、ぐらいしかできなかったということを弱っていたんだって。で、今でも解決しない不思議なことはここからですよ。それから一向に桃の代金が引き落としされることがなく、請求の連絡が来ることもないと。
もしかして桃の中に振り込み用紙が入っていて、まあお母さんが払ったんじゃないかと思って電話して確認したけど、それも違うから。違うんですね。で、お母さんは調べたけど、そういうもの入ってなかった。うん、それにまず、千引き屋が贈答の品に金額が分かるものを入れるはずもないと。うん、で、千引き屋に実際電話をして男性と話してるし、担当の男性からも電話がかかってきてる。うん、お母さんは桃のお礼状を千引き屋に書いたとも言っていました。うん、で、私は一体誰と取引していたのでしょうか。うん、で、桃の代金は未だに支払いされていません。うん、そして不思議なことに、その男性の名前だけ記憶からないのです。うん、あれだけやり取りしたのもおかしいなっていう。で、この後おばが亡くなって夢に出てきました。お、私がね、あの、ゆきのさんが、おばちゃんにお見舞い行けなくてごめんねって言うと、ニコニコしながら首を振りました。はい、声は聞こえませんでしたが、分かってるから大丈夫よと言ってるような気がしました。うん、そこから約1年間、小さな薄紫の蝶がいつもそばにいました。うんうん、なんか生まれ変わってね、周りのね、蝶々になってたのかな。で、後日、母から聞いた話だと。うん、母がおばの病室にいるとき、私の次男、まあ、ゆきのさんの、息子さんですね、当時4歳がまあ電話をかけたことがあったと、うん、でその男の子は僕が大人になったらおばちゃんの病気を治すお医者さんになるねなど大変もない話をしていました、うん、そして母がじゃあそろそろ電話切るねと言った時、今まで甲高い声で話していた次男の声が、4歳だった次男の声が低い大人の声に変わり、うん、頼むなと一言言ったそうです、うん、その瞬間、母の目から涙が溢れたと言っていました。おそらく母にしか聞こえない声だったと思いますし、うん、母は確実に亡くなった父親の声だと言っていました。うん、今でも桃の話と男性の声は不思議だなと母と話しています。なるほど。これはね、ちょっと本当僕も読んでね、泣きそうになってしまったと、ちょっと感動。泣いてはないですね。え？泣いてはないですね。泣きそうになったんですね。ない？泣いてはなかったね。書店、うん、中古書店のお話です、うん、てかこれは僕が昔実際に体験した話なんですけど、あ、そうなんですね。中古某書店で僕アルバイトをやってたんですよ、はい、今から16、7年ぐらい前に働いてまして、うんうんうん、で中古書店ってね、基本的にあのお客様が来た場合にその本を買う、はい、それともう一パターンあって、本の数が多い時に出張買取って言って、ありますね、何百冊以上の場合はお宅まで伺いますよっていうのがありまして、まあ、僕とある日にですね、あの先輩のアルバイトの方がいます、うん、まあ、その人を H さんとしましょう、うん、H さんが、まあ、その中今日は出張行きますと、うん、であの俺その時もう新人だったから、ちょっと吉田君じゃあ今日来てと、あのこういう感じだっていうのを見せるから、うん、でその人は免許持ってるからね、うん、車で運転して、まあ、某区世田谷区のね、はい、某地区まで行った、はい、でその家っていうのが、まあ、ものすごく、でかい、うん、なんつうの、日本家屋の、それ立派なものなのよ。もうすごくね。で、そこの依頼した方っていうのが、その90歳ぐらいのおじいさんが亡くなられて、その家はそのおじいさんのものなの、うん。だけど、もうそのおじいさんがいなくなっちゃってるから、うん、親族の方が地方から来て、おじいさんの本があまりに多いから、買い取ってくださいっていうパターンだった、うんうん。なるほど。で、まあ、40、50代ぐらいの女性の方が一人でいて、うん、あ、今日はよろしくお願いします、みたいな。で、その後は、じゃあ早速、社員に入りますってなったんだけど、うん、あ、ちょっとあの、せっかくですので、あの本がとても大好きな父だったので、はい、あの、ご挨拶をしてくださいみたいなので、おお仏壇みたいなところでね、なんか一応、あ、こんなパターンないのよ。普通はすぐ作業入るんだけど、うん、そうでしょうね、じゃあ一応入らせてもらいますみたいなのも込めて、うんうん、あの、仏壇で、あの、お願いします。はいはいはい、で、すごいね、まあ、90歳ぐらい、まあ、立派なおじいさんというか、なんかその、うん、学校の先生か分かんないけど、いろいろやられたらしくて、症状とか、盾とかがいっぱいあるような、部屋でね、なんかそういう、じゃあ、これから作業に。はい、で、まあ、その依頼者の女性の方は、じゃあちょっとあの飲み物を買ってきますんで、はい、外に出て、うん、で、その間にじゃあ、とりあえず進めましょう、うん。いっぱい部屋があるんだけど、まあ、とりあえず俺は自分で担当する部屋を決めて、うん、で、H さんも自分で担当する部屋を決めて、はい、で、この書店、今どうなってるか分かんないんですけど、うん、結構ね、あの査定って、変なの、こいつは笑うかな、簡単なんですよ。あのね、発行されてる年代で見てないんです。あ、そうなんですか。あのね、例えば漫画本だったら新しい方が高いとかあるでしょ、はい、今は多分変わったのかもしれないけど、うん、俺がやってた当時は本の状態だけ、うん、ね、はい、綺麗だったら、うん、特 A、B、C で D、 D 本って D はもう値段がつかない、はいはい、これはもう、処分か廃棄か、うん、持ってって処分もしますけど、うん、別に値段つかないですよっていう、はい、だからそういう状態だから結構本をみんなスッ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 早くは
見れる、うんうん、だけどやっぱおじいさんが持ってるのもんだがね古いんですよみんな本が、うん、で状態は悪いから本当は貴重なものもあるんだろうけど買い取りはできないということで、はいはい、まあじゃ あ, でも持ってってくださいそういうものはということで段ボールに詰めたりとかそういう作業してて、うん、で H さんが俺の部屋に来てちょっと来てんですってはいって言ってその H さんがやってる本の部屋行ったら、うん、本棚がでっかいのがあるんだけど、うん、本棚がある横にもねちょっとしたスペースがある、うん、でっかい本棚の横に、はいはい、で、まあ、ちょっと違和感のあるスペースがあるで H さんがこれさこの本棚さ本いっぱいあるだろうっつってこれ裏あんだよっつって裏っていうかその本棚をスライドさせると後ろにまた本棚があって本棚そうだから多分隠し本棚みたいなので、はい、多分そのおじいさんが隠してあったと思うなるほどねはいはいでそこにあったのが全部SM の本おー何つうので出た年代とかも、はい、結構その買い取りした日に近いものとかもあったから、はいはいはい、多分亡くなられる直前までそういう趣味でね、はいはいはい、買われていたんだなと思うんですけど、うん、俺の中でその90歳の、はいそういうまあ、比較的人格者の方だったらしいんだけど、はい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 、そういう人と SM というか全く結びつかなかったのよ、うんうんうん、でじゃあだからこれはもうとりあえず見なかったことにして、うん、他の本だけをあなんつうのかなこれは値段がついてこれがつかないっていう作業をして終わらせたんだけど、はいはい終わった後でね本当にちょっとなんだろう自由ですよ、うん、自由なんですけど あんなおじいさんがそうなんだと思って、はい、ちょっと怖いなと思ったんですよなるほどなるほど、ね、だからえいやでもこれは序章ですから序章ねちょうど一コアなんで、はい、いやかいつまんで話したら90歳のじじいが SM の本を隠し持ってたっていうだけの話すげえダイジェストでお送りしたでもそういうことでも意外だと怖いぜじゃあもうでこの前ねコンビニで芸能人の方が来てタイトというか怖いというか芸能人いましたよみたいなあなんか言ってましたね言ったでしょ、はいはい、であれで皆さんが予想のコメントとかたくさん上がってまして、はいはい、その中で一番予想で多かったのが浅香光代さんあ行でね始まるっていうことがあったんですけど、不正解ですねそれはねそれだけ言いますそれだけ不正解なんですけど、はい、で結構俺の DM であれが結構面白かったから、なんかそういうのなんか他にも今度あったらやってくださいみたいないただいてたんで、はい、ちょっとこれは僕が体験したわけじゃないですけど、はい、ちょっとこんなことがあったという人から聞いたんですけど、いいですね、僕の知り合いの、芸人がですね、はい、いわゆる何かのテレビ番組に出た際にですね、うん、メイク室あるじゃないですか、うんうん、でメイク室っていわゆるその駆け出しの芸人も大御所の方も使われますよね、うんうんうん、だから結構そこでばったり一緒くたねなることが結構あるでその芸人は駆け出しだったんですけど、はい、そこにね某超有名司会者の方が、うん、怒りながら入ってきて何なんだよ今のは、うん、おかしいだろあいつまともに絡めねえじゃねえか、うん、二度と仕事したくねえよあいつはってるなめちゃめちゃ怒ってたんですよ、はいはい、でこれがいわゆる15年ぐらい前の話、で当時のお昼の超某有名いやもう分かるやんいやいや何択かあるぜ何択かあるぜこれ曲によってそうの方が怒ってた人の名前っていうのが俺はそれを聞いてそれも全くイメージと違ったの、はいはい、嘘そんなそんな人がそんな怒られると思ったのよもうやめてくださいそれ以上、うん、だってもうだって三択とかになるでしょあお昼の情報番組じゃあその怒られてた人はじゃあノブに言うわ怒られてた人怒られてた要はその司会者の方がもう絶対仕事したくないあいつは空気が読めないなるほど怒ってた人で怒られてた人意外なんですよ、はいイメージある？そうでしょなんかどっちかっていうと、うん、できるイメージそうなのにあんなにすごい剣幕に言ってたらしい、空気読めないわ回しもなんかそのちゃんとしてないわみたいな怖というねこうまたノブにしか伝わらないことを言ってしまいましたけどいや意外ですよね、はい、ちょっと癒される感じのね癒し系のね方だったですよね癒し系元祖2代目いやじゃあ高校ぐらいまでしときます怒られてた人はねそうなんかとかそういう芸能人の意外な人もあるんだなっていうのあまあ怖いですねじゃあこれ3コア目、うん、これは僕が全然体験した話じゃないです、はい、僕が昔20代の時にコンパに行ったらそのコンパに行った時の女の子が
ポロッと話してくれたんですよ、うんうん、でめちゃめちゃ印象に残ってるんだけど、うん、その女の子がこれね仕事忘れた保険の外交員かなんかの営業かなんかの仕事をやってて、うんまあ、要は外回りの仕事をしてなんか、うんいろんなお宅当てがわれた区画のお宅を回って、うん多分整備保険なのかな、なんかそのお願いしますみたいな、はい、入ってくださいみたいな仕事をやってる営業やってたと、でもなかなか新人だからそれが全然うまくいかなかった時に、うん、結構大きい家の門前に、まあ、猫がいたんだって、うん、でその猫女の子は猫好きだったから、うん、なんかそのあ可愛いとかやってたら、はい、庭で掃除してたその家の主人のおじさんって言ったかな40代50代ぐらいのおじさんが、うんうん、あ猫好きなんですか、うん、あそうそう猫好きなんですよって言って、はい、え何かお仕事で回ってんのとか言われてあこれ実はちょっといけるかもと思って、うん、あ実はこれこれまあまあそういう生命保険とかそういうことで回ってるんですよって言って、はい、あそうなんだ大変だねって言って、はい、でそこはそこで思ったの、うん、だけどこの区画をこれからぐるぐる回るうちに、うん、何回かやっぱ猫がよくいるから、うん、でおじさんもなんかしないけど掃除よくしてるから、はいまあ、顔なじみになって、うんちょっとそういう話も、すごい夏のね、暑い時になんかちょっと一杯麦茶でも飲むみたいな感じで、なんか部屋に一回招いてもらったことあったんだって。だからそこでついてくるのちょっと危ないかと思うんだけど、でもなんか本当に優しそうな人だったんだって。で、なんか麦茶飲んで、で、なんかその仕事大変なんですよとか、なんかで、実はこういうことやっててって言ったら、まあ興味を持ってくれて、まあ要は契約が取れたんです。おー、よかった。で、あ、それはよかったってなったんですけど、それから何回かね、その更新かなんか何なのかな、うん、なんかそういうので手続きで何ヶ月かいっぺんには行ってなんか説明するとか、なんかそういうのがあったんだって、うんうん、で、そういうの行っていくうちに結構仲良くなってきた時に、なんか趣味の話かなんかになった、うん。で、そのおじさん結構ね、なんか滑舌があんまり良くない人だったらしいんだけど、はいはい、なんか趣味かなんかの話になった時に、うん何がご趣味なんですかってそのおじさんに聞いたらスマップが好きなんだって、うん、スマップ、うん、だから今からも相当これも前の話ですけど、はいはい、スマップは当時ものすごい流行ってますし、はいはいまあ、今でも名前もちろん残ってますからね、はい、でも 40、50 代のおじさんがスマップってちょっと違和感、うんうん、なんでだろうな、まあ、その家もおじさん一人で住んでる家だから頑張りましょうぐらいですかね。そういや、もうちょっと後ですよ。俺たちに明日はあるとこは青いダズバン、そうそう、その辺の時期90、雪が降ってきたではないですね。それがねアイラブスマップの話になってないからバスケットボールねそうそうそうテレビ東京でも、はいはいはい、どんどん脱線してしまうまだ行こうとしてるでしょそうだからスマップなんだって言って、うん、でまあ私も好きですよみたいなこと言ったら、うん、あそうなんだって、うん、じゃ見ようかって言って、うん、そのお話ししてた場所は今だったんですけど、うん、じゃあ見ようって言って、うん、こっちにあるんだよって言って、うん、部屋を移動させてね、なんかオーディオルームみたいなのが連れてかれたんだ、うん、でなんか椅子があってなんか音響システムとかでっかいテレビとかがあってロッキンチェアとかで、ね、そうそう、ね、やるんですかね、なんかそういう優雅にねなんか音楽をじゃあ見るのかなと、うん、じゃあ見ようっていうか、あまあまあじゃあコンサートかなんかまあまあしょうがない、うんまあ、時間もねあれだからしょうがない見ていこうか、顧客のねサービスだとしてって言ったら、はいはい、始まったビデオみたいのが女の人が椅子に座ってるんですって、うん、一人部屋で、うんうん、で白黒なのよく分からないんですよ、はいはい、で男の人が出てきて、うん、その女の人の頭に銃でパーンって撃って、うん、女が死ぬの、うん、でそこでその映像終わって、うん、その後もなんか縛られてる人の腕をなんか刃物で切ったりとか切り落としたりとかして、うん、要はねスマップじゃなくて、うんスナフビデオ、はい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 、そうそうそう、はい、だからおじさんの滑舌が良かったのか ねよくなかったのか分かんないけど、おじさんがスナフって言ってたのも、うん、こっちはスマップだと思っていや全然ちゃうやん、そう、それを見せられたんだって、うわ怖ー、でその女の子もこれ当然さすが気持ちがやばいと思ったら、いや怖いなそれ、だからもうちょっと電話かかってきた、はい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 、ピッチだったらしいんだけど、うん、あちょっと電話があって、はいはい、でそうそう、そのまま逃げたって言ってた、うん、だその契約がどうなったのか分かんないんだけど、そうそう、ね、飲んだ時にね、ここそう、あそれ怖いな、でうわ怖い、絶対そんな嫌だと思って、そうピッチかどうかどうでもいいですけどいやだ当時だとほらピッチじゃない携帯って言おうとしたけど当時ピッチだと思ったからピッチだったんですけどいやそこで差し込むと思ってまあ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 、まあ、会話のピッチも上がってきたところで、だから告訴だぞいや怖い怖い、で最後おまだあるんですか、あるんです、はい、これとある、少年にしましょう、少年
とある少年がですね、うん、小学生に行く前です、うん、家の近所に、うん、その子は、まあ、一軒家だったんですけど、うん、家の近所にとあるアパートがありまして、うん、そこのアパートにですね、メガネをかけた大学生ぐらいの、なんかお兄さんが住んでた、うん、まあ、それこそ 4,5 歳の少年からしたら大学生の人なんてもう大人に思えるじゃん、でそのお兄さんは、うん、そのアパートの部屋の中でね、子猫を何匹も飼ってたんだって。うーん、で、あそこの部屋に行くと猫に会える、うん、何かのきっかけでそのお兄さんと、まあ、まあ近所の遊んでて知り合ったのか分かんないけど、うん、まあ、その人のお兄さんの家になんか一人で遊びに行ったりする。で猫のお兄さんって呼んでて、すごくなんか、うん、足しげく通ってた、うんうん、で親はそのこと知ってたのか知らなかったのかよく分かんないんですけど、である時そのお兄さんがちょっと遠くに行こうって言って、いやですね、なんかね、バイクに乗せて、うん、バーって結構1時間ぐらい、うん、都内だったのかな、うん、から行って、まあなんか山みたいなところに入ってこうと、うんうんうん、で山みたいなところに入ってこうとしたら、なんかそこの山の神の人なのかな、登山の人だったのかな、分かんないけど、まあ、もうこの山もこの遅く、うん、そのとこ夕方ぐらいだったらしいんですけど、いやこの遅く山この後何するんですか、開けちゃダメですよって言って、うん、結局山には入らずに、まあ、まあまた戻ったらしいバイクでね、うんうんうん、でその少年の記憶ではお兄さんと部屋でいる時に母親が入ってきて、うん、もううちの子供連れ回さないでくださいって言って、うんうん、まあ、要は連れて、うん、変えられたと、はい、でこの少年の話はこれ僕なんですよ、うん、だからこれちっちゃい頃、うん、俺の家の近くで本当にそういう人がいて、うん、俺は猫のお兄さんって認識してて、うん、でバイクに乗ってるのも覚えてる、4、5歳の時にお兄さんのバイクの後ろにまたがってどこに行くんだろうと思って、うん、で山みたいなところに行って、うん、で山にここ登るんだよって言われたら、なんか他の人がかなんかが何するんだみたいなので止められて、で結局戻ったのね、うんうん、だから今思うと俺多分殺されそうになったのかも、うんうん、山の方ね連れてこられてそのままやったらね、そうそうっていうのを、うん、パッてこのまま思い出して、はい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 、あ、そうだ、あの猫のお兄さんってマジヤバいやつだったんじゃねえかっていうのを、あ、なるほど、そう思い出したんです、思い出したんですよ。危険っちゃ危険ですよね、ちっちゃい子がね。そうだから、ね、猫もね、うん、なんかそのなんだろう、本当にその人好きだったのか分かんないけど、誘い水でわざと飼ってたのかなとか。でそれ以外になんかその人が事件を犯したところないんですか、うんうん、いや特にないですよ。うん、それ以降は会ってないんですか。会ってない。だから親がもうあそこの部屋行っちゃダメって言われて、俺はもう行かなくなった。でもそのアパートは俺のが今住んでるところの本当に近くで、今もそのアパートはあるんですけど、うん、でもなんかそこ通るたびにね、あの記憶は残ってるんですよ、うんうんうん、あそこの2階のところで、ね、そう猫いつも行ってたなと思って、だから1日だけ山に夕方ぐらいに連れてかれたのはなんでだったんだろうなと思って、別に猫がいるわけでもないし、なんで、あって考えたらちょっと一回うってすげえ怖って一回なったの思い出すね。本当にその子供好きで猫が好きでみたいな、はい、うん、そのちょっとね、うん、遠出して、うん、楽しませてあげようっていうパターンもあるんですけど、山入る？入らないんですよ。だからそういうパターンもごくわずかですけど残ってるじゃないですか、はい、だからもう一個なんかね、うん、あると、はいはい、ね、そうね、怖いなってなりますよね。そう、だからそのことを今ねこうやって喋れてますけど、うん、もしかしたらそこでねなんか、うん、埋められたりしてたら、まあね、世の分をね、こんなに滑り続けることはなかったんですけどね。ああ、そっか、いやいやいや、あの時ああそっか、あれ埋められとけばよかったよ、あった、その分。